こんにちは、兵庫ロータリークラブ会員の、福山太一です。私は現在、高等学校の、公民科の教諭をしております。私が、ロータリーと関わるようになったのは今から、20数年前の高校時代に遡ります。私が高校の新入生として学校廊下を歩いていたところ、あるポスターに、目が留まりました。そのポスターには大きく北海道旅行に行けると書いてました。その、ポスターこそロータリーの支援する青少年のための奉仕クラブ、インターアクトの、新入生歓迎用のポスターでした。北海道旅行に、強く控えた私はそのままインターアクトクラブに入ることになりました。その時点では、ロータリークラブとの関係などは全く知らなかったんですけれども、クラブ活動ではいろいろな奉仕活動に参加することができました。普段の北海道旅行というのは、実は北海道 YMCA の国際理解のための、キャンプでした。そういったキャンプにも、参加することができました。活動を通じてすっかりアクトの虜になった私は、大学に入ってもロータアクトクラブなんかにも属しました。大学では、哲学を専攻し、研究者の、道を、考えていたんですけれども、縁あって、現在は母校の、教員となり、さらにインターアクトクラブの、顧問も務めております。また、地区としましては、地区、社会奉仕、委員会に属し、また、ライラ、学友会、の副会長も務めております。ところで、母校の、インターアクトクラブには、ある教えが伝わっています。それは奉仕活動はさせていただくものであるというものです。この教えは私が先輩から教わり後輩に伝えてきたものです。無論現在のインターアクターたちにも脈々と、受け継がれています。この教えの背景にはロータリーの生涯の奉仕の精神が大きな影響を与えることは言うまでもありません。私はアクト時代、社会奉仕活動から国際利害活動と実に様々な活動、体験をさせていただいたのですが、この活動を通じて培われた精神は現在の私の職業人としての行動方針にも大きな影響を与えています。大きな影響を与えられているのは私だけではありません。中学高校生のアクターは様々な活動を通じ目的意識を明確にし人間的に大きく成長しています。近年は東日本大震災発生以来様々な復興支援のプロジェクトを実行してきたのですが、このプロジェクトに参加したインターアクターたちの精神的成長は目覚ましいものがあります。私が兵庫ロータリー E クラブに入会したのは、私がこれまでロータリーの素晴らしいプログラムと哲学に触れ、私自身が大きく成長させていただいたと考えており、ぜひその恩返しがしたいということと、私自身がロータリーの立場でさまざまなプログラムに参画することによってより一層活動を広げていきたいと考えたからです。私はロータリーが世界をより倫理的に変える力を持っていると感じています。私が知るロータリーの理念や活動というのはごく一部にすぎませんが、これから世界中のいろんな人と出会えることをとても楽しみにしています。